はい、おはようございます、ジャパノス TV です、今日は火曜日朝、今日は追い切りの日ですね。今バン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 追い切り行われてますので、そのレポートをしたいと思います。はい、こちらバラナ競馬場です。ちょっと今日霧がねかかっててちょっと見づらいのですが、まあ本芝コース、前芝と言われているものですね。で、まあその奥にサンドコース、まあ、ダートコースって言うんですか、があって、あ、ごめんなさい、 B コースがあるんですね。その A コースの次に内芝コースがあって、その奥にサンドコースあります。この3つのコースでいつも普段は調教を行っています。まあ、直線はだいたい300メートルちょいですかね。そんなに長くないですね。平坦で小回りなので、やはりね前残りが多いというか、逃げ先行有利の、まあ、抑えの完全典型的な競馬場という形です。内側で、まあ、まずウォームアップしてるんですが、ちょっと外からね今来てますね。卓球者の間ですが、芝コースで追い切りを行っています。こうやって、状況あると内側から歩いて帰ってきます。こちらバハムートですね、アルピンですね。これから、追い切りに向けて、まあ、ウォームアップをしています。よかった。よかったです。久々の、うん、あの本芝のイギリスとかの最後までしっかり、うん、グリーンコースまでしっかり走ってきて、うん、あの順調に来てると思います。うん、オッケー。